さあミドルは有原選手が先にミドルをやります。さあ 1.49 センチ、植草選手そのうちにつけられるのか。さあ植草選手先行ですね。さあ植草選手は今までこう上位で放送したことありますか。ないですよね。さあどういう選手なのか注目ですね。ちょっと音が聞こえないね。ずれてる、ちょっと。あ、出してない。さあ、121スタート。さあ、植草選手。あーすごいですね。100取ってきます。なんかこう綺麗ですよね、フォーム的に癖がないっていうか、脱力してこう上に投げるっていう感じの。じゃあ359から。さあ19カバーしてきます。さあ285残り。さあサイドからその間を狙いたい。あーすごいすごいね今のね、上と下に刺さったダーツのその間をめがけて右に移動してその間を通すというね、もう自由自在にダーツを操る男ですね。185残り。さあ165から。1トリプルで162、もう一本入れてきます。そして142残り、186残り。さあ126から、106からもう一本、5にずれて101残り、142。さあ20で82ですよね。14チョイス、そして14シングルで60でアレンジまでですね。さあ81から、19チョイスで62を10トリプルに入ってくる、ナイスアレンジ。32残りまで、48アレンジからのどっちチョイスするんでしょうね。やっぱ残に32残り。さあそして決まってるんですねこれね。決まりました。すいませんね、ちょっとあまりにも近すぎて先にこう反応しちゃいましたね。まず17ダーツでブレイク、有原選手。そして有原選手先行のゲームへと続きます。有原選手こうメンタル強いから滝行とかする必要ないと思いますけどね。トリプルから、そして
恐るべし。なんか乗ってきましたね。いや本当今日誰優勝するのかもうわけわかんなくなってきましたこれね。本当わけわかんないです。さあそしていいところつけてますけどね、植草選手も。321残り。この有原選手もね、浅田選手と同じように1投目のダーツポジションは下につけたいですよね。このスティールダーツっていうのは本当1投目のこうポジションっていうのはすごい大事で、この1投目をうまくダーツポジションを取ることで取る点数も全然変わってきますよね。さあそして80取って196から すごいですね。有原選手切れてきましたね。さあ植草選手としてはちょっと厳しい状態ですけどね、これスティールダーツなんでね、チャンスが回ってくる可能性ありますんでね、諦めずに行きたいところですね。116から896から76残りまで。少し重くなってきてますね。さあ76残り20から1620か、もう一回20に行って18ダブル。さあ291残りなのでね、上がり目がないので有原選手にはちょっとプレッシャーがかかってない感じですね。さあ231から211からもう一本欲しい。ああ来たー、140取って151残りまで持ってきた。9ダブル、嫌な数字ですよね。9ダブル内に入れるとアレンジし直し、ああそこまでいかず。有原選手9ダブルをしっかりと決めてきました。さあ植草選手先行のゲーム。さあ140スタート、見事ですね。140返す。植草選手もこう1投目ねしっかり決まればどんどん来ますね。さあ301から、おっと241から211。有原選手ももう切れてきましたね。もうバチバチです。おーカバー、もう狙えてます。点で狙う有原選手。237残り。さあ217から、さあサイドから左サイドからですね、60絡めたいですね。
うん、上がり目出せずで121残り。ブルから行く、そして96残りを20、トリプル捉えて18ダブル、じゃあ4に入って28残り、177残り。さあ上がり目ないのでワンチャンス狙いでいけるところまでね削りたい。さあ80からの97を17取り、19トリプル入れて40残りまで持ってきました。嫌な数字ですからねこの28ダブル内に入れると。さあそしてここ7ダブル内に入れて植草選手にワンチャンス。さあここで植草選手が一矢報いて21、これがキープなので、有原選手先行のゲームへとつなぎます。さあこれは反応しましたね。これは戻して、420残りということになりますね。さあサイドにねずれてしまいましたんでここは有原選手チャンスですね。さあカバーですね、137点取ってきます。さあここもロースコアで284。さあ223から、さあ203残りまで。さあ大きくねアドバンテージ取ってるのでここ140、180が欲しいとこですね。狙えてますけどね、60まで、うまいですよね。さあ203残り、ここも60から、143から123、19、20、ここも140取って63残りまで持ってきます。すごいっす。ここに来て有原選手覚醒ですね。この20の点取りですごい力を発揮してますね。さあ63残り、13、17、そういうところいくと思いますけどね。6に入れて57残り、17アレンジでをダブルに入れましたね。で57をダブルなんで、24、あ、いや、違う、57をダブルで23ですね。え、どこ行ったんだろう今。
さあ140で上がり目出してきました。8ダブル、いやうまい。いやいやこれは強いですね。